はい、こんにちは、レトスノーノです。9月21日の3問に入る前に、本日は過去の合格者からのアドバイスをさせていただきます。本試験に向けて模試を活用されていますでしょうか。過去の合格者から今年受験する方へのメッセージを転記させていただきます。参考にしてください。この時期に模試を受けながら不安に陥ったお話をしたいと思います。それはケアレスミスについてお話ししたいと思います。模試を受けた後、これ分かっていたのに、ちゃんと読めば解けたのに、あ、最後まで読んでいなかった。受験生なら一度は味わったことがあると思いますが、問題を解いている時には自分では全く気がつかず、解答解説を見て悔やむパターンです。解説を読んでもテキストを読んでみても理解できているのになぜだろう。 2,3 問ならともかく、3から5問あるのは問題です。要注意です。私のケアレスミスの原因はこうです。よかったら参考にしてみてください。1つ目、問題を解くのが早すぎる。2つ目、最後まで文章を読まずに決め打ちしてしまう。3つ目、問題に書き込みをしないで頭の中で処理をする。結果、ケアレスミスが多くて悩んでいました。このやり方はやはりおすすめできません。私はどうしたらいいのか、勇気を出して成績のいい方の問題用紙を見せてもらい、どのようにして解いているのかアドバイスをもらいました。その方は問題用紙に線を引いたり、ポイントとなる用語に丸をつけたり、破線を引いたりしていました。手を動かしながら解くことで、意識して文章を読むようになると教えてくれました。早速真似をしましたが、最初はなかなか慣れなかったです。しかし繰り返し意識してやっていくことで、不思議とケアレスミスがなくなりました。本当に意識改革をしなければ、なかなか改善できませんでした。私と同じような方は、必ず何か原因があります。原因を考えて、ケアレスミスを特定に変えていくような復習をしていかなければなりません。どうすればケアレスミスがなくなるのか、ケアレスミスで悩んでいる方は参考にしてください。そしてこれから先の模擬試験など、ケアレスミスをなくす努力をしていきましょう。必ず答えは見つかります。今日も合格に向かって頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。土地の所有者は、林地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべきものを設置することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。境界表の設置は林地の方と折半、いわゆる半分ずつですね、費用を負担します。つまり境界表設置に10万円かかったとしたら、林地の方と5万円ずつ負担するということなんですね。で、この境界表ってどんなものかなんですけれども、こちらがある設計会社のサイトなんですけれども、これらすべて境界表です。まあ、こういったものですね。林地との境目だったりとか、道路との境目、自分の土地と道路の境目、および自分の土地と隣の、土地の境目とか、そういったところにこんなもの埋まってたりするんですね。これがすべて境界表になります。では問2ですね。宅建士が登録の移転をした場合、その移転後の取引証の有効期間は、登録の移転の日から5年である、丸か×かという問題です。答えは×ですね。登録の移転の日からではありません。登録移転により、新しい取引証を交付してもらった場合、有効期間っていうのは、従前の取引証の有効期間が引き継がれます。つまり、前の取引証ですね。の有効期間が引き継がれますので、新たに5年とはならないんですね。つまり、登録移転前に取引証を3年間使用していたと。その場合、登録移転後の残りの期間っていうのは2年ですよね。だから、取引証は残り2年なんですよ、使えるのは。この点はちゃんと頭に入れておきましょう。で、個別指導では登録の移転の概要と書き換え交付申請ですね。これの関連についても動画で解説いたします。ここでは引っ掛けポイントがありますので、この点絶対に注意しましょう。引っ掛けポイントについては個別指導で解説いたしますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガからご確認ください。で、問3です。準都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に区域区分を定めることができる。丸か×か。これは×ですね。これは昨日の問題をしっかり勉強した方は解ける問題です。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは8個ありましたよね。8つありました。
1つ目が用途地域、2つ目が特別用途地区、3つ目が特定用途制限地域、4つ目が高度地区、5つ目が景観地区、6つ目が風致地区、7つ目が緑地保全地域、8つ目が伝統的建造物群保存地区。この8つですよね。この8つに含まれていれば、準都市計画区域に定めることはできるんですけども、それ以外っていうのは定めることできないんですね。で、今回区域区分の話なんですけども、区域区分っていうのは先ほどの8個の中に入っていません。なので、準都市計画区域に区域区分を定めることはできないということになります。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。